カールフリードリヒ・フィリップ・フォン・マルテウス・マルテウスとスピックスの旅程カールフリードリヒ・フィリップ・フォン・マルテウスはドイツの植物学者であるエアランゲンに生まれた。1814年にエルランゲン大学を卒業し、大学の植物園の植物目録を作った。その後も植物学の研究を続け、1817年から行われたオーストリアのブラジル学術探検に参加し、 ヨハン・バプチスト・ホン・スピックスと共に、ブラジル南部、東部を経て、リオデジャネイロからアマゾン川やその支流を遡上し、ブラジル北部のタバティン川まで進んだ。1820年にヨーロッパに戻ると、ミュンヘン植物園に採用され、ミュンヘン植物標本館でも働いた。1826年に、ミュンヘン大学の植物学の教授となった。ブラジル植物の研究を行い、 多くの記載論文の他に優れた図版をつけられたブラジルの新種植物やブラジルのインカ植物図鑑などの著書がある。ブラジルの探検のまとめ1823年から1831年に発表された。主張のヤシの自然史は参巻のホリオ版の豪華本で、それまで知られていたヤシ類がずっと共に解説された。1840年から ブラジルの植物の執筆をはじめ、この著書は、マルティウスの没後も、アウグスト・アイ・ヒラー、イグナーツ・ウルバンの編集で出版は続けられた。スピックスの集めたブラジルの動物の研究も行い、ヨーロッパでジャガイモの薬病が発生すると1842年に研究論文を発表した。ブラジルのアボリジニに関する民族学的論文などもある。 豆かかわら決命連の俗名、マーシャデンドランに懸命されている。マートは、植物の学名で命名者を示す場合に、カールフリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウスを示すのに、使われる。ありがとうございます。